だな。すごい綺麗な86ですね。もうスロコンね、はい、気持ちいいね。ここまで行くとどんだけかかるんだこの車。アクセル踏んだ時にシュコーッとするんですよ。タイヤのグリップとその減衰のそのバランスが絶妙で怖くなかったですもんね、うんうん、車の話主張坂戸店のコーナーです。いや今回豪華じゃないですか。皆さんご無沙汰しております。豪華です。もう全然呼ばれなくて寂しく思ってました。大変失礼いたしました、はい、今日は本庄サーキットまで来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、美馬さんが来てくれたおかげでこの快晴見てたね。暑いもんね。10月末なのにもかかわらずこの暖かさ、ね、本当だよね。晴れ男、ね、いやとはいえもう来た瞬間にある車を見てお、はい、ワク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 。こんなね、はい、すごい車ばっかり来て、はい、みんな帰りには MF ゴーストのファンになって帰るんでしょう。そうですよね。逆か、MF ゴーストのファンだから来てるのかな。もちろんすでに大ファンだと思いますよ。ありがとうございます。はい、ということで美馬さん、はい、あの以前86を買うという企画を番組の中で、そうそう、ね、はい、買わされた、買わされた。土屋さんも対抗版の86だったと思うんですけど、そうだね、本当あれはもう買うしかないもんね。買うしかない、はい、はい、ということで買って、その後徐々に番組と同じようにカナタ仕様、なんちゃってカナタ仕様にして今日持ってまいりました、はい、あ、この後ろのやつですね。はい、こちらです。ビカビカじゃないですか、もう輝いてますね。これもあの輝きも山中氏が、あ、山中さん自分でやったんですか。磨いてくれたんですか。磨いて、はい、アヘッドでやらせていただいておりますので、そうです、はい、そう、いや、こんなに綺麗になると思わなかった。ありがとうございます。いや、本当すごいわ、はい、別にアヘッドさんからお金もらってるわけじゃないけど、すごい、 ありがとうございます。いや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 、いろいろご贔屓にしていただいてありがとうございます。いや本当、あの置いとくだけでもすごい綺麗な86ですねって言われるのがなんか嬉しい。あ、本当ですか、うん、でもすごいですよね。結構このビカビカになって横から見たブリッツさんのキャリパーとかも入ってて、そうそうそう、もう今第2戦仕様になってるのかな。ああ、なるほど、そういうことですね。第2戦仕様にまでなってます、はいはい、おお、あ、じゃあ結構手入れたよ。そうですよね、うん、なんかここもステッカーもすごい、そう、それもちょっと何、恥ずかしいなと思った時は剥がせるように、それマグネットだから。あ、本当だ、なんかちょっと分厚いなと思ったんですよ。ちょっと分厚いなと思った。剥がしても大丈夫だから。あ、本当だ、あそう、ステッカーだとなんか貼ったり剥がしたりするとす、ね、ちょっとね、車体に傷がつくんで大変ですもんね。マグネットにして、あ、いいですね。ちょっとその気になる時だけ貼ってます。じゃあ今日はもうその気と、もう、あ、いいじゃないですか。のステアリングも変えたし、あ、本当だ、シートも変えてるよ。あ、そこまで俺知らなかった。アヘッドさんからさらにバージョンアップしました。すごい、このスパイラルゼロのステッカーが、これ、はい、これオリジナルですか。手作りで、手作りですか。手作りですよ、これ、はい、すごいっすね、ブリッツさんが手作り。あ、ブリッツさんが、なるほど、はい、ブリッツさんが手作り。あ、俺が手作りじゃない。ブリッツさんがなんか帰ってきたらこれ貼ったって、はい、すごい、ここまでリアルに再現してくれてる。いや、すごいですね、このすごい、すごいよね、はい、ていうか、もともとブリッツっていうのを出さないでスパイラルゼロっていうのを多分原作で出してるから、はい、多分稲妻のマークとか真似てるんだと思う。そうですよね、似てますね。そう、その上にブリッツっていうとなんか2つのメーカーが同じような、確かに、ね、なんか感じですよ ね、 すよね。なんか不思議な世界だよ、これ。おお、うん、なるほど、なるほど。綺麗ですね、外装もそうなんですよ、はい、内装、美馬さん、ドア開けてもいいですか。いや、なんか綺麗すぎて、こう指紋をこう、はい、つけたくないですね。すごい、これも原作の仕様のこのナルディのステアリングですよね。ステアリングがそう、ただシートがどこのシートか分かんないの、はい、原作。あ、そうですよね、座ってますもんね。そう、だからもうなんちゃってだから、はいはい、なんか想像で、はい、この肩パッドの大きさとかからするとレカロなのかもしれないなと思って、あ、なるほど、ちょっとレカロを。あ、そうなんですね。入れたんでございます。すごいです。いや、今レカロもね、あの、なんだっけ、リクライニングじゃなくて、なんていうの、バコって前に倒れる、その、これありますもんね。それ後ろ乗りやすいように、これ知らなかった、スッてやると、それいい、これ便利なんですよ、後ろに人が乗ると乗り込むときに、ね、めちゃくちゃ便利なんで。3連メーターもついて、そう、3連メーターもセンターだったんだけど、はいはい、原作が左なので、はい、左に移しました。あ、そうなんですね。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。でしょうね、車高調もついて、あのブリッツさんの電子制御の ESC がついてて、 あとスロコンもついてるんですよね。はい、もうスロコンね、はい、気持ちいいね。あ、本当ですか、うん、まだ俺体感してない。あ、本当、はい、ちょっと乗ってみて。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。いやね、ちょこちょこいじっていくと面白い。
本当に車って原作に沿って進化してるっていうのもいいですよね、うん、ちょっとずつなんかその気になるよね、その気に、はい、でも安全運転してるよ。あ、もちろん、でも別にそんなそういう意味はないそう何一つ皆さんがそうぶっ飛ばしてるっていうことは何一つないんですよ、ね、うん、だからこういうとこ来て、はい、ちょっと ね, そうですね、この性能を知りたいなと思って、はい、だから今日楽しみ、はい、ぜひぜひ、はい、はい、美馬さん一番お気に入りのポイントってどこかありますか？ステアリングの俺もう最初握った時にやべ細っとか思ったの。確かにナレディって細いですよね、はい、元々が細いから。で聞いたら、はい、やっぱりグローブをすると肉厚、グローブが肉厚なのでだからわざと細くしてんだ。あ、そうなんですね。そうなんだって。そこまでは知らなかったですね、うん、だから産後から乗り換えるとなんか頼りなく感じて。そうです、なんか素手で握るとふかふか、なんか余っちゃうんですよね、うん、あとなんかすごい昔の車に乗ってる感じがして。あ、わかります、わかります最近みんなねステアリング分厚くなってるからね。はい、はい、そうですね、確かに。そう、ちょっとここだけはこだわりかな。へー、あとはまだまあもうちょっと3線4線に行くともっともっとね、86は変化していくんで。そうですね、はい、そう、ボンネットとかもね、はい、カーボンがあったりするので。そういうことですよね。そこまでいくとどんだけかかるんだこの車原作と一緒にそう、はい、成長していきます。リアルな方でも同じで分かってきます、ね、はい、だからぜひ、はい、テレビ番組を見てどんどん続くようにしてもらわないと。分かりました。途中で終わっちゃうと、はい、この改造も終わってしまうんで、ぜひ応援してください、はい、ぜひ皆さん、はい、MF ゴーストよろしくお願いします。はい、美馬監督のね、はい、かなた仕様、なんちゃってかなた仕様ですけど、いやこれめちゃくちゃ乗りたいんですけど皆さん。もうぜひ乗ってください。もう全然こう雑に扱わないんで、撫でるように。ちょっと新井さんの運転を体感したい、逆に。新井さんですけど今日は滑らかさんで行きたいかなと。何言ってるかちょっとよく分かんないです。分かんなかったね。あら、そういう、はい、そういう突っ込みがされるとは思いませんでしたけど、まあぜひちょっと試走させていただければなと。ぜひお願いします、はい。よろしくお願いいたします。カナタ仕様の赤86乗ってきましたけど、めちゃくちゃ乗りやすかったですね、本当に。で、うん、意外といい音だったでしょ。いや、めちゃくちゃいい音でした。そうはね、カナタの仕様には多分ついてないんだけど、はい、ちょっとね、ブリッツの小林さんという方が、あ、なるほど、自分の好みでつけたらしい。あ、本当ですか。うん、だからこいつがいい音を醸してる。アクセル踏んだ時にシュコーって言うんですよ、抜ける音がね。めちゃくちゃあれが気持ちよくて、うん、
乗ってて楽しかったです。そうなんだ、はい、あとなんかもうエンジンルーム見ただけでこいつの主張が強いでしょ。そうですね、これ色が合ってますよね。赤いボディに開けるとまた黒と赤のブリッツ。そういうことか。多分なるほど、小林さん多分そう思ってます。もうわーやるな小林。さすがさすがださすが小林さん。さすがブリッツの小林さんっていう方がいるんですけど、もう何でも知ってるんでブリッツのこと。ものすごい自分も結構ブリッツのサスペンション入れてたりするんですけど、うん、結構いいです。バランスがやっぱり硬すぎず柔らかすぎず。だから今回パッて乗ってみましたけど、タイヤのグリップとその減衰のそのバランスが絶妙で怖くなかったですもんね、うんうん、いや俺もう初めてそんなスポーツ走行したので、はい、いや思った以上に助手席でそれは安心感があるんで、はい、そうですよね。新井ちゃんのね運転っていうのもあるんだけど、でも個人的に一番あ三輪さん監督なんだなと思ったのが音取りてって言ってたんですよ。あまりにも気持ちよくて三輪さんが音取りて、いやこんないい音するんだと思ってめちゃくちゃ良かったですね。そうちょっとね都内で乗ってる時はちょっとうるさいかなっていう気が引けるんだけど、あなるほど、いやすごい伸びやかに伸びてたし回転ね、いやいい感じで伸びてた。いやというわけで、まあはい、ものすごいすごく、まあ、完成度正直驚きました。正直完成度めちゃくちゃ高くて驚いたんですけど、うん、もうぜひ皆さん機会があったらね三輪さんが都内走っていたら皆さんってこうやって手振ってみてください。ぜひ皆さんも体差しを作ってみてください。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。明日アヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。